ロッキード XC-35 ロッキード XC-35 は、余圧キャビンを備えたアメリカ合衆国で最初の総発実験機である。陸軍では当初、スーパーチャージドキャビンと称された。世界初の余圧キャビンを備えた機体の栄誉は、ユンカース149のものとなった。XC-35 は、アメリカ陸軍航空隊向けの余圧キャビン付きの機体の 要求に応じて、ロッキード社のモデル10エレクトラから開発された。高高度飛行の研究と、油圧キャビンの実用性の試験が行える、航空機を欲していたアメリカ陸軍航空隊は、ロッキード社と総額112,197ドルで、実験機の製作契約を結んだ。高度25,000フィート付近を、飛行可能で最低でも、高度25,000フィートでの2時間の飛行を含む、 対空時間10時間の能力を持つ機体の要求が出された。オハイオ州のライトフィールドにある陸軍航空隊技術部に勤務する機体構造の専門家であるカール・グリーン少佐とジョン・ヤンガーが余圧キャビンの構造設計を担当した。両名はロッキード社と共に1機のモデル10エレクトラを10、プシー程度の圧力差まで耐えられる円形断面を持つ新しい胴体に改造した。 高い気圧差で運用中の破壊の可能性を防止するために新しく小さな窓が使用されていた。キャビンの余圧はエンジンのターボチャージャーのコンプレッサーからキャビン内へ導かれたブリードエアで作り出され、これは航空機関士により調整された。この機構は高度3万フィートを飛行中にキャビン内を高度1万2000フィートの気圧に維持することができた。胴体は 全部の余圧区画と後部の非予圧区画という二つに分離されていた。全部区画には2名のパイロット、航空機関士1名と乗客2名までを収容した。後部区画には1名を搭乗させることができたが、余圧されていなかったため低高度でのみ使用することができた。XC-35 は元となったモデル10エレクトラの出力 450HP の プラットホイット 2R-985 から13の代わりに出力 550HP の XR-1340 から43を搭載していた。このエンジンは高高度の薄い空気の中でも稼働できるようにターボチャージャーを装着していた。XC-35 は1937年5月にライトフィールドに納入され8月5日に初飛行を 行った。この機体による広範囲な飛行試験により、陸軍航空隊は、コリアートロフィーを受賞した。XC-35 から得られた成果は、余圧キャビンを備えた初の量産機であるボーイング307や B-29 スーパーフォートレスの開発に、重要な役割を果たした。陸軍航空隊の幹部は、この新技術に大変信頼を寄せており、XC-35 を、 戦争長官補佐官であり後のアメリカ合衆国国防長官であるルイス・ジョンソン用の洋人輸送機に使用するほどであった。1943年に悪天候が飛行中の航空機に及ぼす影響を収集するために中のパイロットであるハーバート・イチ・フーバーが操縦する XC-35 が内部の中を飛行した。XC-35 は1948年に スミソニアン博物館の国立航空宇宙博物館へ寄贈され、そこに長期間保管されている。全部区画から見た後部の隔壁。ありがとうございます。